島尾駅は、富山県氷見市島尾にある、西日本旅客鉄道氷見線の駅である。ホーム、氷見方面に向かって、左側に、単式ホーム一面一線を有する地上駅である。かつては、相対式ホーム二面二線を有したが、片面が撤去されている。北陸広域鉄道部の管理する無人駅である。1 9 9十年2月26日に落成した駅舎は、 木造平屋建てで、面積は50平米あり、島尾海水浴場に資金ということで、ヨットのセールを衣装とした屋根を有する。駅舎内の事務室は閉鎖されているが、待合室がある。富山県統計年間によると、近年の1日平均乗車人員は、以下の通りである。1938年当時の、島尾遊園地あたり駅と、島尾海水浴場とは、 歴史的に密接なる関係を有しており、中越鉄道は、不退事業として1912年度上半期に、島尾遊園を開設し、あずまや、浴場、料理場等の各種設備を施した。1913年発行の、富山県写真町は、海水浴場として有名なる、島尾の地は、氷見郡宮田村に属し氷見町を去る東一里の海浜にあり中越線。 島尾停車場は、この招致を牧師白車聖章の間に設置せらる、渚砂さすな秋らしを税度に適し、海水浴場として、格好の地なり近来中越鉄道はここに、初藩の設備を施しく客のマネキンに努めたるため、来遊する者著しく増加せりと述べている。中越鉄道線が、国有鉄道に移管された後も鉄道省経営の遊園地として、旅客を集めた。 この島を遊園地は1952年に氷見郡宮田村が買収し、1953年に道村が氷見市へ合併された後は氷見市への島を海浜公園となっている。ありがとうございます。